ஒரே இத ஒரே ஒரே யாரிக்கா ஒரே யாரிக்கா ஒரே 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 கேன்சே கெனதரோ ரோஹன் டெச்சதவயோ ஓ ஹாய் ஓகாசன் இம்ம இக்கிமாஸ் யோஷ் 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 おいしそうだ。じゃあみんなで食べようか。はーい。よいしょ。はーい。よいしょ。じゃあいただきまーす。いただきまーす。もう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 。あーうめー。うまー。お母さんやっぱお母さんの作るご飯は世界一おいしいよ。あら、そう？嬉しいわ。うん。お母さんのも食べようっと。ちょ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 、何してるときやだろ。あんな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 ん。邪魔するぜー。なに？誰誰誰誰誰誰俺はお前たちを殺しに行ったんだ。ちょっいで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 やばい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 。えやめろ俺の家族をやめろ。お父さんお父さんお父さん大丈夫？あなた子供たちを連れて早く逃げるんだ。キナセユキナ太郎こっちへ。でもお父さんは逃がすと思うか？うわっ！え？ちゃあ、お母さん！ケナスユ、ケナ太郎、逃げて。逃がさねえって言ってるだろ。お前たち。お、なんだ？ん？おい！お父さん？おい、離せ！早く逃げなさい！いや、お前たちだけでも！嘘！でも。ケナ、行こう。お父さん！早く行くぞ！お母さん！逃げろ！ケナ太郎、もう泣くなって。お父さんとお母さんが、それお家帰りたいよ。俺だって帰りたいよ。え、じゃあ帰ろうよ。だって俺たちの家なんだよ。それはそうだけどさ。俺、みんな心配だし、お家帰る。ちょっと待ってよ。けど待って、俺も行くから。お父さん、お母さん。はあとちょっとでお家だ。あとちょっとで。待って。あれ？ん？やっと追いついた。え？って何これ？俺たちの部屋が。ちょっと。やばい。なんでこんなこと。消して。ん？よいしょ。え？よいしょ。どうした気になったろ？ん？え？え？お父さん？お母さん？お母さん。嘘だろ？嘘でしょ。なんで俺たちのお父さんとお母さんに。なんで。くそ、絶対許さないからな。キャナダ、顔覚えてる？あいつの。覚えてるよ。あの隙間いましいサングラス。誰に復讐してやる。はい、どうも皆さん、今見てもらった通りなんですけど、僕たちのお父さんとお母さんが殺されて家もなくなってしまいました。今からね、キャナダロと一緒に絶対復讐してみせるので、チャンネル登録高評価して応援お願いします。あー、お腹すいたよ。もう3日間も何も食べてないからね。お母さんのあったかい料理食べたいよ。これならあるけど。え、これ食べようよ。じゃあ何？なんでダメなの？お母さんの形見だと思って取っといたら、カビが生えて食べられないもん、これは。ふざけんなよ。ん？どうしたの、キャタロウ？お兄ちゃん、見て。何？あそこ、家の中にパンが置いてあるよ。おぉ、ほんとだ。一口だけでも。ちょ、待って。ダメだって、キャタロウ。これ人の家のものだぞ。それに、ここに住んでる人たちも、その日食べるものを手に入れるのが大変なんだから、俺たちに分けてくれるわけないよ。だから盗むんだよ。ダメだって、さすがに。ダメか。あはは、お腹すいたよ。なんで俺たちばっかりこんな目に。一体どうしたらいいんだ。うわー、ひでえ顔。お前たちなんでそんな泣いてんだよ。だってさ、お腹が空いて。泣くなって、ケア太郎。あ、腹減ってんの？あ、そうです、はい。もう3日間、僕たち何も食べてなくて。あ、じゃあ、ちょっと来いよ。ん？こっち？え、どういうこと？俺の分、少し分けてやるからさ。え？え、いいの？ほら。おお、ありがとうございます。え、かっこいい。誰か知らないけど。かっこいい。何あの人。なんだ。はあ、ここが俺の秘密基地だ。まああんまり食べ物はないけど、これでも食べてくれよ。もうパンとリンゴだ。え、パンいいの？
たー。やった、パンとリンゴだ。おいしい、おいしい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。にしても二人して三日も食べてないって何かあったのか。それが俺たち突然現れた悪い奴にお父さんとお母さんを殺されて、それで家も燃やされて、どうすればいいか分かんなくなってるんだよ。それでなんとか俺たちの両親を殺したあいつを追ってここまで来たんだけど、食べ物も食べられなくて。復讐しようと思ってるけど、その前に俺らが死んじゃうよね。なるほどな。両親を殺して家を燃やしたそいつを探してるってことか。うん、探し出して殺してやりたいんだけど。こ事情は分かった。今から話すことはここだけの秘密な。いいか二人とも。はい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 。俺はな、この辺を拠点にしているワルの組織の下っ端なんだが、いろんな情報が聞けるし、仕事をすれば飯も金だってもらえる。お前ら二人とも俺たちの組織に入らないか。もしかするとその両親を殺した犯人、そいつの情報もわかるかもしれないぜ。うわ、ワルの組織ですか。え、どうするケンタロウ。俺たちだけじゃどうしようもならなそうだし、ワルの組織でもいいから入って仕事して生き残って強くなって、お父さんとお母さんの復讐したいよ。そうだね。じゃあお願いします。僕たちもその組織に入れてください。わかった、大変だけど一緒に頑張ろうな。名前を紹介し忘れてたな。俺の名前はジョージ、これからよろしくな。ジョージさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、今日も任務こなしていくぞ。お兄ちゃん、今日の任務なんだっけ。今日の任務は西エリアで情報収集と巡回だよ。あ、けなすいけな太郎、お前たちも西エリアの巡回か。俺は同じ巡回だが、エリアは南だ。おお、ジョージもか。いやー、お互い組織の幹部になると難しい仕事がいっぱいで大変だけど、まあ頑張ろうな。おう、そういえばだが、前話してた両親に関する情報、あれはどうだ、はかどってるか。うわー、それか。それが全然なんだよね。組織に入っていろんな仕事をしてきたけど、これといって情報が全然得られないんだよね。この組織にいたら大体の情報はわかるんだがな、これはもしかしたら俺たちがいるような組織が関わってるのかもしれないな。なんで俺たちのお父さんとお母さん普通の人たちだよ、一般人。そんなさ、組織に狙われるような理由がないもんね。ないはずだけど。そうだよな。まあとりあえず何か情報仕入れたら二人にも共有するよ。それじゃあ俺は南エリアの巡回行ってくるぜ。じゃあな。おー、行ってらっしゃい。よし、俺たちも行くか。行こう。いやー、全然情報集まらないね。どうする。どうしようもないんだけどね。ね、ちょっとバック層で行ってみるか。情報得られるかもしれないし、バック層で行ったら情報得られるかもな。うわっ、なんかピンときた。違う、すごい。トイレ、あ、ちょっとトイレ行ってから行くね。あ、はい、先行ってて。一緒にトイレ行く。いや、行かないよ。なんで。なんでじゃない、早く行けよ、早く任務あるから。どっちが遠くまで飛ばせるか勝負しようよ。早く入って、見とくから目の前で。あ、ほんと見ててね、うん、ちょっと見てる。うん、ちょっと見られてたら出てきゃー。ちょっと、はい、早くね。音来たね。早く逃げよう、あいつから逃げよう。とりあえず今日はこんなもんかな。そうだね。お腹すいた、帰ったらご飯行こうぜ。ご飯の前に上に報告しないと。お腹すいた、帰ろう。ん？ん？何今音？先生、これ、お兄ちゃん、いた。待て、俺ら撃たれたの違うよね。わかんないけど、でも結構近かったぞ。どうする。まあでも俺たちはこのエリア担当だからな、念のため確認しに行かないと。多分だけど、この辺だったんだよな。ん？いるいたなんか誰か倒れてるぞ。近く行ってみよう。待って、敵かもしれないから気をつけろ。え、ちょっと待って。何？え？え？ジョージ？ジョージ？ケナスイ、ケナ太郎。ジョージ、おい、ジョージしっかりしろって、ジョージ。すぐに病院に。ダメだよ、俺たちみたいな悪の組織の連中じゃ病院で治療なんてしてもらえねえ。でも、このままじゃジョージが。ジョージ、一体誰にやられたんだ。俺たちがそいつ始末してくるから。今から始末か、それならちょうどいいかもな。ん？ちょうどいい。事実は
今日、早くに情報収集と巡回が終わったからよ。お前たち二人の両親についての情報探してたんだ。そしたら、分かっちまったんだよ。誰が犯人か。誰か？ケラスエとケナ太郎が必死に探しても情報が出てこねえわけだ。ずっと隠してたんだよ。お前たち二人の両親を殺したのはうちのボスだ。え？でも俺が情報を掴んだ瞬間これだよ。だけ。ってことは。そんな表情は何も悪くないのに、なんで？そりゃずっと隠してた情報を知っちまったんだから仕方がねえよ。でも。二人は復讐相手が分かったわけだしよ。あとは頼んだぜ。頑張れよケナス、ケナ太郎。ジョージ死ぬな。ジョージ、まったく。あ、生きてた。いい人生だった。ジョージ死ぬな。ジョージ生きてる。ジョージ、あ、生きてた。生きてた、生きてた。まだ生きてた。お前たち本当に最後まで世話焼かせやがって。ジョージ、え、大丈夫。ジョージ絶対に復讐するんだぞ。ああ、死んだ。なんでお父さんとお母さんだけじゃなくジョージまで。お父さんお母さんの復讐はもちろんだけど、ケタロ、ジョージの分も必ず復讐果たそう。犯人がボスだったらって。さあ今すぐぶっ飛ばしてやる。アジトに帰るぞ。ボス、始末するのはジョージだけでよかったんですか？ケナスエとケナ太郎も始末した方が。はっ、ガキ二人の方はほっといて問題ない。あんなガキ二人に何ができるっていうんだ。それもそう。うっ、な、だ、誰だ？そのガキ二人だよ。よくも俺たちのお父さんとお母さん、そしてジョージを許さねえからな、お前ら。な、なんでお前らか。見張りは何をやっているんだ。見張り、そんなもんとっくの昔に倒したさ。あとはお前だけだ。おい、よせ、謝るから。お前たち二人の親を殺したの謝るからよ。謝って済むと思ってんのか。なんで俺のお父さんとお母さんを倒した。ゆえ、それはだな。スケリ、今だ。やばい、ケアさん、撃ってきやがった。危ない。うらよし、あ、うらなんでお父さんとお母さんを殺したんだよ。お前が殺さなかったら俺たちこんなことしなくて済んだのにね。俺が死ぬ前に教えてやろう。前の父親はな、この組織の元幹部だったんだ。お父さんが幹部。そんなわけないだろ。子供が生まれるから足を洗いたいとか言い出してな、組織を抜けやがったんだ。だから思い知らせてやったさ。いえ、だからって殺すことないだろ。しかもお母さんまで。一度悪の組織に入ったんだ。お前らの父親もお前らも元の平和な世界での暮らしなんかできねえんだよ。だから俺がとどめを刺してやったんだ。組織を抜けるきっかけになったガキ二人を残してな。おー、けどめっちゃ熱い、めっちゃ熱いやん。ちょ、やりすぎケナ太郎。死んだか。え、怖。お父さん、お母さん、やりました俺。ケナ太郎、とうとうやったな。これでお父さんとお母さんに報告できるな。ねえお兄ちゃん、一度悪の世界に入ったら元の平和な世界に戻れないって本当？それは、でもこのボスがしてたことが悪いことであって、俺たちがこれからすることは悪いことじゃなくて、俺たちみたいな思いをする人がいなくなるようなことだったらいいんじゃないかな。そうだね。こんな理不尽な事件とかが起こらない世界、俺たちで作ろう。そうだね、作ろう。お父さん、お母さん、全部終わったよ。俺とお兄ちゃんで復讐してきたよ。俺とケナ太郎でこれからも頑張っていくから見ててください。ボス、ん？俺も墓参りしてもいい？ああ、いいぞ。これはな、俺たちのお父さんとお母さんの墓なんだ。ボスのお父さん、お母さん、俺、ボスたちに拾ってもらえたおかげで今生きてます。ボスたちはすごいので、お空で応援しててください。ありがとう。お兄ちゃん、俺たちでこれからも頑張って平和な世界にしようね。そうだね、頑張ろう。二人とも見てくれてるかな。お父さんお母さん見ててねー。